Welcome back to One Piece. So, I'm pretty sure everyone knows where we left off. And we walked up on this mysterious island, thousands of Sunnies destroyed, and the most important task of all, we lost our hat. We have to go find the Straw Hat. We need Shanks' hat, so let's go find it. Bogan Kaishida! この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていたやつを探すぞ。 Alright, let's go find this mysterious girl. So we're gonna go find Michael Quinn. There we go. Sorry, but出発進行！あう！行くぞ、お前ら！I didn't even realize it. How do we do the whole first part over again? する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われている。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。So, y'all know that one episode where they
オチエンタフルール、クロトワマード、ショック、熱い。サンダーボルト、テンポ！やっと俺の出番か。つけるとするか。行くぞ。二刀流、よい。羅生門。俺の方が強い。それだけだ。もっと強くなるぞ。俺は。海賊王になる。成長を実感できるほど怪物と呼ばれようと俺。Heck yeah。 こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。立ちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたか。マイハーツ。おい、これ俺の帽子。なんだ？体からなんか出てきたぞ。She touched us and keeps came out。Why？何が起こってんだよ。That's what I'm asking you, Sob。なんだ。離れろルフィ。そのデカブツまだ生きてるぞ。Okay, Mr. Flame。次から次へと。一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。
なんだ、刀が。みんな下がってろ、俺がぶっ飛ばす。この魔物を。あれ、どうやんだ。Oh no, no, this is not... Now is not the time to forget how to gomu gomu. あんたたち何やってんのよ。おかしいわね、私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。ぶっ飛ばしてやる。きっちり型をつけるとするか。刀の旅にしてやる。待ってろ。俺は。これは今行くわ。ちょっと痛いよ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。地線が何よ、しやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる、こっちだ。ついてこい。Suspicious person. The suspicious person.No, you're Mr. Suspicious. You're Mr. I can't trust you. あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か？大したもんはねえがな。There's so much fire. I approve.So much fire that I approve of love fire. I probably should have said that. I'm an Burn it to the ground! And there's a bridge! And there's a house! It's an owl! And a rainbow! It's so cool!Save point! There's a save point! ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところだ。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。It's her again. The girl who took our powers. How dare you? なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ。
私のせいよ。ごめんなさい。Why would you take our powers if I were in the middle of a boss fight? That's what I don't understand. Like, what's the purpose? でもあなたたち海賊でしょ、oh. しょうがないじゃない。Because we're pirates. Wow. 海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の木材だ。だがな、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。 She's giving us food?You can't get the shiny? How dare you! I want the shiny. Give me the shiny. Save. Yes. Hehe. I got the other save file that someone else did on my thing.Let me get these shinies. Surprised Sasha did not hit on me.
さあ。この肉全部食っていいか。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。 Look at Zoro's face. He's just smirking like, hey, that's my captain. His big goofy smirk on his face. Let's go up.2階は寝床みてえだな。I still can't get the shiny. I can't go too far though. And I'm right there.Get the shiny! There's so many shinies for you to see and I can't even get them. How dare you, sir! How dare! Oh god, I can't stop running! There we go. I was on honor roll! Yep, show us the way!Show us the way, oh, suspicious one. じゃあ行くか。準備はできてるな。So like a sister. Alright. Okay. Let's test our strength.よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだな。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。
おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か？また襲ってくるかもしれねえ。お前ら、気をつけろ。Stupid mime truffle-headed monkeys. Okay, so... Okay, some kind of normal rules then. So, I guess one thing I kind of want to say about this game is it is turn-based. It's very similar to Final Fantasy and Persona and even Fire Emblem. That is turn-based, and using icons on the card. And I think in this kind of situation it works so far, but maybe I'll keep that to myself to be a little further. I do like it, especially if you have a big cast of characters like this. Chance のようね。よし、行くぞ。終わったな。もう起きるんじゃねえぞ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だよ。違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。俺に任せろ。なめんじゃねえ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。うわ、やった。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそう。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。
suspicious. Suspicious. Yosh, iko! Alright, well, let's go. Into the spooky cave. ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟が…それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。Okay. ワッフルドが語る伝説の中に、一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。前にどこかで、That looks like a sea king. It probably is a sea king.Shiny! Don't worry. Come on. Shiny jelly rock. What's a jelly rock? There's health too. Yes. Just in case, I'll save it. Who knows what's gonna happen? Ba-boom!見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、行き過ぎた話で怖くねえか？ He's right, it could be. ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。 You heard the man. You heard the captain. Let's go take the cube. この橋、まさか崩れたりしねえよな。 Oh, oh, shoot. It's all the shiny. Everything is shiny.Woo!
ち。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。I swear those two. But dang, it waited that long to fall. Let's go get the cube. What the? What the? Nanda! What is that ugly thing?What is with everything having their tongue out? It's like they just want to slurp. Slurp is terrible. They want something slurpy. Dekke tanuki da na! Looks like a squirrel with a. It looks like a huge squirrel. Tanuki じゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど、なんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。Oh god.何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。邪魔だ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。そこをどけ。私の番ね。俺の番だな。その程度だ。相手にとって不足なし。邪魔だ。俺の蹴りを食らいたいのはドイツだ。サンジ、はい。オラ。その程度だ。俺が相手だ。聞かねえな。待てよ。この足でてめえも仕留める。情けない姿を見せちまったな。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。
目指すは世界一の大剣豪だ。少しは強くなれたかしら。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。私の予報は百発百中。モーさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸し。島に近づく嵐。黙って飛び降り。 I said he's suspicious. 監視を。Run! Run, you creepy little fur thing. But now it's super cute. Let's get some power! これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。お？なんだ？あ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 ？That's one way.Ooh. Look at all the new moves we learned. So we can also upgrade these moves too. See how it has two circles? So I'm guessing the more cubes we find, we can also upgrade too. I like that. 急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。Okay. All right, so let's continue to explore this cave. There's the bat. Hunter.Gatling. Awesome. Why am I doing Gatling? Gatling. Attack! ちょっとワクワクしてきたぞ。ゴムゴムのガトリング。We got the Gatling. Overall enemy is an area we can't deal with.サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王。マリモの奴には負けぬ。俺は強くならなくちゃいけねえ。少し強くなったぞ。ようやく感覚がも成長を実感できるほど強く。私の成長は。
俺がぶっ飛ばしてやる。この足でてめえも仕留める。ムートンショット。やるか。ゴムゴムのガトリング。Triple knockout. Kata zo! この力があれば大事なもんだって守れる。海の一流国は技もさえ。俺は勇敢なる。お前には安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。修行にはちょうどいいな。たちの相手は俺だ。バースカート。俺がいる限り誰も死なせねえ。アームポイント。クソコック、もうバテたか。バテてんのはお前じゃねえのか、アホ剣士。目指すは世界一のだ。俺の体はさらなる強化をと成長を実感できるほど強くなれたのね。私の予報は百発百中。なんだ、ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？聞いてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとう。Oh, well. Okay. Oh, another badge. Okay. Pictures? Yeah, equipment. We got an HP badge. There we go.
Destruction. I will destroy everything that's in my way. We got an apple, apple, apple. There's that thing right there. Just dressed up, look cute. Zoro's cute. Hatto! Hey! Ah! Fusagareteru! Okay. Ikuzo. Zoro. That's better. Makasero. Ichio kireta ga. Kusso. Ora. Mada ude ga nibutte yagare. Ora yo. Omae ra okureru n ja ne zo. てめえら覚悟はできてんだろうな。バースコート。やめるな。どうすっかな。切られる覚悟があるならな。そっちか。そこをどけ。Slicing and dice. 俺はまだまだ強くなれる。私の出番ね。見られてるな。ああ、数も多い。何かいるのか、こんなところに。俺がぶっ飛ばしてやる。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。バースコート。やるか。ゴムゴムのバズーカ。俺は強くなったんだ。その力どっか。ノッペ。ヘッキー。俺だって強くなってるんだ。次も戦うぞ。俺はまだまだ強くなる。マリモのやつには負けぬ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。ようやく感覚が戻ってきたぜ。
て、あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。おい、お前、おろしちまうぞ。
お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。竜巻や！俺たちの邪魔はさせねえ。行くぞ。ダメだ。ドクター、ドクターレーヌ、俺ちょっと強くなったよな。もっと強くなるぞ。俺は海賊。マリモの奴には負けぬ。修行の成果が出てきたね。俺が万能薬になるんだ。このキャプテンウソップに不可能などない。力が戻ってくるのがわかるわ。やったー。ah, run away. Run away, that little coward you are. Let's go. Ooh, retrieving lost strength, return to the beginning. Okay. Wait, is this at the very beginning? It is at the very beginning.I didn't realize. Why? What's this? What's this? Oh.こいつ洞窟にいたやつだ。Is he a taxi? We keep seeing these things, and I'm like, he's yellow. Can we help him? 何か言ってるな。チョッパ、訳してくれるか。俺サーベイ。みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い。でもお前らた。一義なやつじゃねえか。それにしても。お前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビルにいたやつにそっくりだったな。ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったがな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。おっとっと。はっ。足元の板は階段か？
all the shiny.島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実はそう。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてる。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか。そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、
じゃあ飯にするか。一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がリムがそのオウムを弔うために作ったものだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。昔話さ、今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。Myself again. Alright, everyone. Well, that was part two of our One Piece Odyssey adventure so far. Got some of our powers back after we were stolen in the first place. And well, in our next time around, figure out what Mr. Suspicious Man wants and figure out a few more things about this island. Hopefully, some more shiny stuff. Well, we'll call it here. Hope you enjoyed the video so far. So if you like the video, give it a thumbs up. And if you want to keep up with what I wrap it up next for future videos, just subscribe to my channel. Remember, everyone, stay cool.